された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い、予想通り先頭に立ったのはジャンカズマ、2番手はアドマイヤビルゴ、さらにはサボーナ、15番名勝負レゲ、その後ろジャンカズマ先手を取りました。間が空いてセレシオ、外を通ってミクソロジー、これに続いてファイナルメモリー、プロミナンス、そのうちに続いています。その横に大勢フェリーク、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。ここにファイネルウィルトス、その外からナーグルフ、ここにつけたのがペプチドソレイユ、内からアドマイヤハレー、外にはフォアアドアゲン、この集団に湘南バシット、しんがりから早やっこ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。前に戻りましょう。5番ジャンカズマ依然として先頭です。リードは1馬身から2馬身、これに続くのが名勝負レゲ、ミクソロジー、それに続いています。少し開いてアドマイヤビルゴ、その外にマイネルメモリー、内を通ってサボーナ、並んで7番セレシオ、各馬大欅を通過。さあ先頭は依然として5番ジャンカズマ、2番手は名勝負レゲ、ミクソロジー、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ直線に入りました。これからの勝負、一番前にはジャンカズマ、それを追って外からセレシオン、先頭を行きます。ジャンカズマ、セレシオン、外から先頭に躍り出た。あと 200m、 2番手は湘南バシット、一気に足を伸ばす。湘南バシット抜き去る。湘南バシット1着、湘南バシット2着、セレシオン、勝ったのは湘南バシット、このレースを制したのは湘南バシット。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。アドマイヤビルゴ前に行きそうです。サボーナ、それに続いています。さらにはジャンカズマ、7番セレシオ、その後ろ先手を取ったのはジャンカズマ、間が空いてミクソロジー、その隣に名勝負レゲ、内からプロミナンス、外にはマイネルメモリー、この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。ここにつけたのがマイネルウィルトス、大勢フェリーク、そのうちに続いています。その外にペプチドソレイユ、内からはアドマイヤハレー、外を通ってフォアアドアゲン、隣には早やっこ、その外からナーグルフ、最後方に湘南バシット。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。各馬鮮やかなターフを進んでいきます。それでは先頭から5番ジャンカズマ依然として先頭です。リードは1馬身から2馬身、セレシオン、それに続いていますサボーナ、上がっていきました。これに続いてアドマイヤビルゴ、外を通ってミクソロジー、プロミナンス、この馬もこのグループ、その後ろにマイネルウィルトス、その外から名勝負レゲ、すぐ後ろにマイネルメモリー、各馬大欅を通過。さあ先頭は依然として5番ジャンカズマ、サボーナ、ほとんど差がありません。セレシオン、3番手、4コーナーカーブから直線コースに向きました。一番前にはジャンカズマ、サボーナ、外から先頭に躍り出た。セレシオン、万事休す、先頭を行きます。サボーナ残り 200m、 しかし残りわずか。プロミナンス追いすがる、先頭はサボーナ、サボーナ、サボーナ、勝ちました。2着争いを制したのはプロミナンス、勝ったのはサボーナ、このレースを制したのはサボーナ。スタートしました。ミクソロジー、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくミクソロジー行きました。続いて前へ行くのはジャンカズマ、さらにはアドマイヤビルゴ、4番サボーナ、その後ろジャンカズマ先手を取りました。少し開いてセレシオ、その外から名勝負レゲ、その後ろにマイネルメモリー、内を通ってプロミナンス、この辺りで各馬第1コーナー左にカーブしていきます。大勢フェリーク、すぐ後ろ、外にはマイネルウィルトス、隣にはペプチドソレイユ、内からアドマイヤハレー、その隣に早やっこ、ここに湘南バシット、その外にナーグルフ、しんがりからフォアアドアゲン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、これは少々スローペースです。展開への影響はどうでしょうか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。さて先頭に戻りましょう。依然として先頭は5番ジャンカズマ、リードは1馬身から2馬身、ミクソロジー、それに続いています。すぐ後ろにアドマイヤビルゴ、大きく離れました。サボーナ、
外を通って名勝ブレゲ、セレシオ、そのうちに続いています。冒険期を通過していきます。前はジャンカズマ、2番手はアドマイヤビルゴ、ミクソロジー、3番手後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。一番前にはジャンカズマ、しかし後ろとの差はわずか。これはどうだ。先頭に立つのはジャンカズマ。さあ大聖フェニック一気に来た。200を切った。マイネルメモリー先頭に立った。並んでいます。大聖フェニック、マイネルメモリー1着、マイネルメモリー2着、大聖フェニック、マイネルメモリー見事このレースを制しました。スタートしました。勢いよく飛び出したのは湘南バシット。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく湘南バシット行きました。続いて前へ行くのはジャンカズマ、さらにはサボーナ、2番アドマイヤビルゴ、その後ろジャンカズマ先手を取りました。これに続くのがミクソロジー、その横に名勝ブレゲ、これに続いてセレシオ。この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。プロミナンス、それに続きます。ここに大聖フェリーク、外を通ってマイネルメモリー、緑の帽子ペプチドソレイユ、その後ろマイネルウィルトス、そのうちに続いています。その外にラーグルフ、内からはアドマイヤハレー、すぐ隣にハヤヤッコ、しんがりからフォアアドアゲン。 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。各馬鮮やかなターフを進んでいきます。もう一度先頭から見ていきましょう。先頭は変わらず5番ジャンカズマ、その後ろに名勝ブレゲ、大きく離れましたセレシオ、アドマイヤビルゴ、すぐ後ろこの位置にミクソロジー、並んで13番マイネルメモリー、ここにつけたのがペプチドソレイユ。さあ先頭はまだ5番ジャンカズマ、外を通って名勝ブレゲ、間を挟んでセレシオ、3番手後続集団も追い上げにかかります。先頭に立つのはジャンカズマ、外から上がってきますセレシオン、ここで先頭に立ったセレシオン、内側にプロミナンス、200を切った。リードは1馬身、押し切れるか。残り 100m、 プロミナンス抜け出しを図る。プロミナンス、プロミナンス勝ちました。2着争いを制したのはミクソロジー、3着はセレシオン、プロミナンス見事このレースを制しました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ前に行くのはどの馬か。アドマイヤビルゴ前に行きそうです。ジャンカズマそれに続いています。さらにはサボーナ、15番名勝ブレゲ、その後ろジャンカズマ先手を取りました。その後ろからはセレシオ、外にはミクソロジー、その後ろにマイネルメモリー、その横にマイネルウィルトス。この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。内からプロミナンス、ここに大聖フェリーク、アドマイヤハレー、すぐ後ろその後ろに湘南バシット、その外からラーグルフ、ハヤヤッコ、そのうちに続いています。隣にはフォアアドアゲン、しんがりからペプチドソレイユ。各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さて先頭に戻りましょう。5番ジャンカズマ依然として先頭に立っています。リードは1馬身から2馬身、ミクソロジー、それに続いています名勝ブレゲ、それに続きます少し離れてアドマイヤビルゴ、続いています。すぐ隣にセレシオ、サボーナ、この馬もこのグループ、これに続くのがラーグルフ、この位置に大聖フェリーク。各馬大欅を通過。さあ先頭は依然として5番ジャンカズマ、ジャンカズマリードを広げていくミクソロジー、先頭に襲いかかる。さあ直線に入りました。これからの勝負。一番前にはジャンカズマ、外からミクソロジー、先頭ジャンカズマ、足が止まってしまった。外の方から名勝ブレゲ、残り 200m、 しかし残りわずか。並んでいます。セレシオン、アドマイヤハレ、抜け出しを図る。並んでゴールイン。12着争いは接戦になりました。わずかにミクソロジー体勢有利。